クラブフラッシュの一の佐々木です。あ、どうもゆうすけです。それでは番組スタート。文句ばっかり言うなお前。言ってないですよ。どうもクラブフラッシュです。お疲れ様です。そんなあった？まだ。はい、じゃあちょっと自己紹介して。何者なのか。どうも。あ、チーフの狩矢崎です。よっ。お疲れ様です。まあ普段内勤さんなんでね、こういうの出ることないですけど、あとはちょっと出遅れた。よし、寝坊。一斉です。伊勢何飲むの？カロリー？うん、ああ、そう。飲むの？そうで。そっから乾杯が始まるの。マジっすか？そうやでっつって。なんかだって、スタジオの人が出してきてるもん。マジっすか？飲めと。あ、寝起き？朝一。朝一から、はい。こういうものいただきまーす。これ世間一般でいうテキーラというやつね。夏ジネージャーだ。もうすぐ来ますよ。もうすぐ。よし、じゃあフラッシュオープンしたからね。オープンしましたね。オープンに乾杯しましょう。はい、乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。しんどいな。あ、それでバッタ。ちっちゃ。芸がちっちゃ。あ、大きくなった。お、わっ、まずっ。あ、うわ、しんどっ。わ、やばい、テンション下がった逆に。うわ、この番組でテキーラ飲むの久しぶりや。久々っすね。いや、でも昔これ出てた時は1本あげてたからな、1時間で。マジ？何の罰ゲームですか？じゃ罰ゲームじゃないよ、なんかそういうルールや。ルールやと。で、トイレとか間に合わんかったらもうあの平シャン、なみなみとか。顔歪んだまんまなんですけど。元からです、元から。元からですね。で、どうなの？フラッシュは。フラッシュ、すごいいいお店ですね。オープンしたばっかりで。すごいよ。内勤さん的にはどうなの？いや、もうイケメンばっかで、すごいいいお店ですよ、本当に。雑なまとめ方できました。とうとう。いやいやいや。この人はメディアに弱いんじゃないかという疑惑を出してきた。いやいや、今普通毎日出勤してるんで、もうそのぐらいしか言うことないぐらいすごいいいお店ですよ。浅木さん、携帯直ってる？直ってねえから、大会期だから。超ショックやってんけど。昨日びっくりしましたね。パーンと落としたよ。はい、セーフーって言って電源つけた半分消えたん。電源つけた瞬間全然セーフじゃないですか。じゃあそのやつ大会議ですか。ちょっとお前なんか自己紹介しよう。内勤さんやねんから。そうですね、普段は。暑くないここ？そうですね。自己紹介。あ、そうですね。普段はで終わり。いや、まあ大体キャッシャーいるんでね。でも結構仲良くしてもらってね、一回ニコ生にも多分出させてもらったことあるんですけど、そのなんですか、キャストの頃に。それからしばらく出てなくてですね、それ以来ぶりで。いやいや、その時やっぱメディア弱いね。いや、その時はちょっと面白い話しましたよ、下ネタの。ダメだな。内勤って何するの？何番頭働かね。だいたいパソコンってますね。だいたいパソコン打ったり、付け回しという作業をしたり。夏はね、ちょっとテキーラ飲めないからね、まだ来れないの。あー、伊勢どう？
眠たいっす。そこフラッシュになってからの話じゃないの？フラッシュ楽しいですね、やっぱ、うん、近々ね、そんなフラッシュまだ早いかまだ違う、そんな感じではない。もう締めの作業とかもう、ま、何でもええねんけどですかまだあれや。一世は入ってどのぐらいなの？今4ヶ月目ぐらいですかね。まだ4ヶ月なんや。すごいよな、4ヶ月でこの売れ方って。ペーペーですね。他店でもなかなかないよな。ないですね。ペーペーですね。サクさんはどのぐらいなんですか？お、もう数え切れない。数え切れない、うん、もう何年か一緒におんねやろうと思う。ベテランなんですね。いや、古いだけだろうね。普段ニコ生って何会話してるんですか？別に、普通にお店の話とか。でも俺やからな、こうやって普段みんなで出えへんやん。普段はだってほら店がやっとったからさ、一人ずつしか出せんかったよ。知らねえ。初回っていくらなの？初回2000円です。初回2000円です。2000円です。何も食べてないですよ。ガリガリやもんさっきってなんだよ、さっき。だってもうセーターの上にセーター生地の帽子をかぶってるからね。下もちょっとなんか似てるっていう全身ちょっと似てる感じです。ダメっすか？靴下も似てる。靴下もボーダーっていう。靴下もボーダー。ダメなんですか？おしゃれだと思ったんですか？眼鏡ちょっとずれ通し。ダメっすかおしゃれだと思ったんですか？お前ってなんかちょっと怪しい人に見えるよな。ほんとっすか？結構可愛らしいとか言われるんですか？可愛らしい。絶対気のせいや、それ。気のせいですか？割と可愛らしい。確かにユウスケって何食べていきたいのね。ちゃんと食べてますよ。もっと食べて、母親買ってるんですよ。いやいや、もっと食べてやかましいよ。何が？お、何目線？お、リスナーさんにクレームつけ出した。内見さん可愛いよって聞きました。これ多分ね、あのプロデューサーやから。あ、プロデューサー、ここプロデューサーがいてるから。お母さん、右の人怖い。右の人って僕ですか？右ってどっちになんねやろ。どっち？右。しかも夏おらへんの、夏の名前入ってユースケおるのにユースケの名前ないで、除外されておる。どれないっけ？いや、さっき何食べてたの？そんだけね。だからさっき何食べとったんって。とりあえずなんか食べてたんです。イメージやな。ソーセージエッグマフィン。ソーセージコンビニで売ってる。コンビニで売ってる。もっとええもん食べろって言われんじゃん。もっと食べて。ゆうすけ今何歳？僕ですか？僕25で今年6の星ですね。あれ？激若モンゴールなの？おいくつですか？21歳です。いいね、いいね。何の話？若い。21歳の時なんて俺ホストもしなかった。まだそう考えたら今の21歳って何が流行ってんの？あ、もうそれ俺ら世代が聞く答えやで。今のそれ聞き出したらやばい。何が流行ってんの？今の若者の部類だよね。でもハイパーヨーヨーとか。ハイパーヨーヨーって何すか？まずミニヨーヨー。ドッキャーや。ハイパーヨーヨー知らないの？怖い。ハイパーヨーヨー知らない。こういうやつだよ。どういうやつ？こういうやつ。あ、めっちゃ落ちちゃった。こういうやつだよ。ハイパーヨーヨー知らんか。ハイパーヨーヨーこういうやつだよ。うわ、ハイパーヨーヨー。こういうやつ。いや、そういうやつや、なかったに言えば。こういうやつだ。全然わかんない。全然わかんない、ね、何が流行ったんじゃ、ゲームとかって。そう、ちっちゃい頃ガングとか、ポケモンとか。あの、ほら、例えばだったら我々だったらベイブレードとかミニ四駆とか、そういうのじゃないですか、多分世代的に言ったら。大体ミニ四駆ですよね。俺らはミニ四駆流行ったね。あんな走るんだ。モーター変えただけでな。懐かしいですよね。何流行ってた？また聞いてます。さっき何食べてたの？独り言多いよね。俺もうほんとさ。でもこれさ、もう下手したらお前ちょっとシャブ中っぽいもんな。ガリガリやし。独り言多いよ。ポケモンってでもさ、何色、うん、俺らはブルーとかレッド、イエロー、グリーンですよね。いや、俺らはもうレッドとグリーン出だしやもんか。その後がブルーですよね。
そうで、なんか薬草8番目に置いてなんかしたらレベル100にできるとか、なんかセレクトをして BB、 あ、そう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 、なんかバグせない全然ついていけないです全然それ裏技みたいなのがあったんで、なんか裏技使うと全モンスターレベル100になる。え、まあですね、自分が持ってレベル100になっても言うこと聞かないパターンですよ。まず画面がカラーじゃなかったっすもんね。うん、ファミコンみたいにカセットなんか後ろにこうやって刺して刺して、なんか単3だか単4電池4つぐらい必要で、グレー灰色の小汚ねえな、ヤニで汚れたような色してる。全然バカにしてないんですけど、なんかフーフーするんですよね。ファミコン、いやファミコンはそうよ、ね、昔の人って言ったらダメだろ。ファミコンはバカすんなお前フーフーってファミコンとスーパーファミコンはそうよ、フーフーの意味と思うんですけど、なんですか。いや変わるんだよ、それで変わるんですか。なんかこうそれをやんないとダメなんで、フーフーって。そうで、ちゃんと両手で両端をガッと押さなかったそうしないとゲームが読み込まないの、ディスクが読み込まない感じだね、今でいう。そうそう、すげえ時代やろ。すごいですね、うん、懐かしいな。だって昔ドラクエがあってんけど、はい、デコピンしてゲームつけるやん、はい、データ飛ぶかんの。パンってあるだけですか、うん、それでデータ飛ぶデータ消えるから。だからなんだその時代はだからゲーム頑張ってクリアしたのに、もう次刺した瞬間にソフト入れ替えるじゃん。で次また刺してやろうと思ったらデータ全部消えてる。大体消える。なんか変な暗い音楽が流れて、冒険の書1が消えましたとか。あ、消えましたってちょっとなるんですか。なる。だからあれ兄弟って言ったら最悪やで自分の分消えるけど姉ちゃんの分残ってたりとか。懐かしいな。今って何が流行っとん。どういうの、若者は何が流行ってる。小学生ぐらいの時何やってたの、遊びって言ったら。やっぱりテレビゲームなの。ブレツーとか。ブレツーがあんねんから。俺すごいっすね。俺ファミコンやったもん。俺セガサターンっすね。いえ、もうさ、新しいセガサターン、全然新しい。セガサターン、俺赤と白のファミコンしかなかった。全然わかんない。セガサターンってまず何ですか。セガサターンはもうディスクになってる、確か、うん、そう。ああ、セガサターンディスクやな。ディスクっすね。じゃあお前らあれや、スーパーファミコンのマリオカードとかやったことないんや、うん、あ、羽使うやつ。何や、羽使うやつって。飛ぶんすよ、機体が飛びますよね。バグってんじゃん。いやいや、バグってないの。お前がバグってんのか、そのゲームがバグってんのか知らんけど笑ったやつみんな死ね死ね。だってそんなんなかったもん。いや、ありました。すごい懐かしい。な、みんな、じゃあそういう世代なんやな。そういう世代ですよ。一人だけおっさんだからうまい。でもな、これを懐かしいって言ってる人がおるってことは、俺の世代に近い人がおるから。俺もこのナイキンさんの独り言を、Pの嫌がらせにしか見えへんねんけど。P 見てる。ナイキンさん誰と話してる。見てるっつってたよ。あ、そうじゃねえだろ。独り言じゃねえだろ。独り言じゃねえだろ。喋って。映ってるでしょ。さすがに映ってるでしょ。俺ら映ってないです。一人でバーンと喋る。映ってるでしょうよ。もはやこれ独り言言ったらこの内勤さんめっちゃ怖い。だから内勤さん怖いって出るんですか。すぐ怒るよ、一人で怒るってないよ。コピペやめろ。コピペやめろ。もうこの文の打ち方が似てるもん。もうでもおっさん来月30やからな。うん、メガネから出してねえよ。なんだこれ。なんだこれ。この人だけでコメント500あげれそうな。怖いわ。とりあえず怖いんですね。とりあえず怖い。いろいろ怖いよ。いろいろ怖い。この上がり方も怖いし。いやーもうやばくない？ 30 って想像できんやろ。まだあと9年後くらいですよね。俺21の時何してました。俺はペットショップの店員やってて、その時渋谷とかで某ブラックの、あ、そうそうそう。P のね、P の、P の、あの犬には優しいけど人間には優しくないんですよ。だってねえねえ、冷蔵庫のプリン食べていいの、誰に聞いてんの。食べな食べな、あ、賞味期限切れるかな、早く食べな。アイスください。いや、あるそんなこと。
します。髪と話すことないよ。ないよ。なんなのこれ。一人で怒ると体に悪いよって心配してくれます。だって今何時やねん。すごくない ？15 分で360上げてきてるからね。多分100なんぼはこの人よ。なんだ俺だ。違うこれ見ればいいんだ。起きてる。全然起きてないんだよこ。いや次結構バラバラや。バラバラ。ID が見えるから。あ本当だ。めっちゃバラバラ。お前めっちゃバラバラでめっちゃ叩かれてるよ。バラバラに叩かれてるよ。バラバラに叩かれてる。あ本当だ。ナイキンさんのおかげ。新しいの来た確かに。ナイキンさんナイキ好き。しょうもな。しょうもな。いやこういうくだんない話ちょっと面白いから笑ってもらう。全然入ってんやん。あれ。すまん。お願いします。でもナイキンさんって大変そうよね。いやまあ今はもうちょっとずつ慣れたんで、ね、慣れるまでが大変かなっていう。ああ、そうか、でも運転したら余計そうか。そうね。今はまあまあ、楽かな、まだ。逆にって何？何の逆なの？ナイキン。いや、でもこの辺からずっといいじゃないか。とりあえずナイキンさんしか見えないらしいですね。めっちゃナイキンめっちゃ来てるよ。映ってるでしょよ。めっちゃ来てるやん。映ってるでしょ。俺一番端で見切れるぐらいの位置だよ。見切れるぐらいの距離だから、カノちゃんも。見切れるぐらいでしょ。ナイキンさん好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプ。おキュッキュッポンですね。キュッキュッポン。キュッキュッポン。キュッキュッポン。貧乳がいいってこと？貧乳がいいですね。へえ。マニアックやな。あってもなくても変わんなくないですか？いや自分よりはあってほしいな。え逆にどういうのがタイプなんですか、さきさん？普通の人。普通の人。普通の人。まあそれそうなのかな。お前雑にまとめるのやめてくれる？なんかこの雑な感じでやった後にお前怖いぞ。答えな怖いっす。めちゃくちゃクオリティ高い答えを求められてるんですよ。いやいやだ。でも普通に雑にして普通にどういうのが高いの？すごい普通に？うん。普通もうほんやばいな。え？いやいや俺こんだけ話しててまだ独り言言われてる。もう好きなタイプの話してんのよ。どんもうナイキンさんのことしかもういやガラスじゃないこれ。いやでもほらもうナイキンさんはめったに出えへんから。もう出ないですね。でも本当に2回目ですもんね。僕こんだけやってる。怒ってんのっつって。逆にあのフルハウスメンバーは何を喋ったんやろな先週な。先週とりあえず飲んだらしいっすよ。めっちゃあめっちゃ飲んだんすか。あほやな。あいつらその後仕事やろ。とりあえずめっちゃテキーラ飲んだって。これ別にだって俺らの店のテキーラじゃないし頼んでもないで。テキーラありますか？ない。ない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 。大丈夫。一斉ここテキーラないよ。すごいぞ、ね、いやじゃあテキーラを飲む会してみる。久しぶりに。あやります？昔ぶりに。やります？やっちゃいます？すごいな。いや、お前そういう準備万端なとこだけいらんねんけど。タランチュラが出てきたよ。ショッツはちょっと悪やな。悪いですね。ショッツ多分なんかあのホスト敵やと思ってるもん。多分あいつなあんなニコニコしながらホスト嫌いや。絶対ホスト嫌い。いやショッツ、おはようございますおはようございます。あほらどんどん珍しい顔ぶれが。乱入だから。おもちゃも今捕まえたから。おもさんちょうどよかったっすけど。じゃあキーラーの日っす。テクテク悪いっすから。タランチュラが僕ら今日休みなんで。テクテク悪いっすから。おもちゃ別に何なんか怒ってるし。どうなのどうなの。もう社長来ました。俺なんか変わってる。じゃあおもちゃおもちゃん席を。おもさん入りますかね。これ広くできます。入るよ俺。なんでお前抜けんねん。ちょっと引けばいいんじゃないのカメラ。いやもうなんか濡れてる。そう濡れてる。濡れてる足元が。これだけなんか意外なメンツの集まりになってる今。じゃあ今テクテク歩いてたら乱入しようと思ってテクテク歩いてたらおもちゃん見つけたから行こうぜ。何してんのって聞いたらニコ生って言うから。じゃあ行こうよ。じゃあ行こうよ。おもさんもめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか出るの。1年出てない。あのね、リスナーさんね、スタイルの
社長の重川くんです。お願いします。俺ね、カロリーがいい。お前なんでそれをカロリー座れるよ、入れるよ、入れるよ、大丈夫だよ。え、ちょっとお風呂入って寝て起きてお風呂入ってそのまま来たもん、今。まだ、まあ行ってきねえか、これ。ぬるぬる、めっちゃぬるいじゃん。ももちゃんできえだね。あ、お前ら休みだ、今日。そうっすけ、休みです。休みです。ああ、そっかそっか。八連勤お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、休みなの？火曜定休だもん、クラッシュ。あ、でフルハウスが日曜だから、フラあ休祭日だけ両店舗休み。ああ、うん、そうなんですよ。ケンジさんもこれ久しぶりじゃないですか、結構出るの。いや俺ね、この前ね、バロンの、バロンっていう越谷の、埼玉の越谷のお店の番組にキングが出てて、一瞬乱入した。一瞬乱入して、あの5分ぐらい喋って帰ってた俺。ジャッツ早っ。俺誰かのブログで見たんすよ。ハイジとかじゃないから、うん、おお、ハイジとキング、うん、懐かしい名前で、エイジ君とかも久々に見た。すごいメンツ。ああ、大宮メンツが、埼玉メンツが。何のテキーラ、テキーラ、何テキーラ、何テキーラ、このテキーラ、タランチャ、タランチャ、超マジいじゃん。コメント見たいよ。これなんか全然コメントなんか進んでなくね。いや今日結構ね、こいつのせいで進むの早いです。なんでなんでなんで。とりあえず内勤さんネタがすごいんですよ。内勤さんもうパンクしそうだもんな。パンクしそうだもんな。いやいや、そんなことないですよ。じゃあ出まーす。早いよ。俺もまだないのに。出まーす。はい、ありがとうございます。はい、いや、あ、なんか俺ニコ生でこうやって真ん中に座ってんの、あれだよ、初めてだよ。あ、久々だよ。カロリーがだって後ろがこんなになってんのも初めて。すごいっすね。でもさ、これさ、生放送だからさ、緑がさ、あれだよね、残っちゃうよね、端っこね。この前、おもちゃんがさ、ずいぶん前にさ、ドラえもんかなんかで出た時かな、うん、もう消えてたからね、ほとんど。ブルー認識してもらえないんだよ、これ。いやでもこれいいね、この後仕事ないっていいね。いいですね、助かります。最高にやりやすい。でもいちいち休みの日にわざわざこのために出てくるのも嫌じゃない。まあそれはもう諦めてます。火曜休みって聞いた瞬間に諦めました、そこ。いや別の日でもよかったんだけど、うち祭日休みじゃん基本。あ、そうですね。で、あの要はフランス氏は、あの今さ、ハッピーマンデーがあるからさ、日月の連休が取れるのに、フルハウスはフラッシュが別な日に変えちゃうと連休が取れないよねってなって、じゃあ火曜日じゃないってしたの。あ、そうすると月火で連休を取ってあげることができるから、で振り替えはあんまり しない方がいいじゃんね。そうですね、はい、そう。これこっからどうなんねやろ。よし、飲もうよ。じゃあ飲もう飲もう。俺ねフルハウス昨日思ったんだよね、やることね。いや昨日プレオープンだったの、初日で。俺ね、で結構早い時間からお客さんやっぱ入ってくれてて、で初回もちょこちょこ入ってたの、うん、俺ね、10時半ぐらいまでキャッシャーにいたからね。あのフラッシュのキャッシャーと違って、もう車から見えちゃうのよ、キャッシャーが。見えます。見ようと思えば。で、あのフラッシュのキャッシャーってもう車から見えないじゃないですか、ね、だから普通にゆっくりできたけど、全く癒されない。何にも癒されない。気になりますね、お金少なくて。途中、途中でタイルのキャッシャーの中にいるとみんなに見られてる気がするんで。ああ、そうですね。途中で、途中で VIP に逃げて、VIP のカーテン閉めてやろうかなって。なんかそで、あのイチャッピーが飲み来て、はいはい、4人で座るとこねえっつって、チャッピーが VIP に入っちゃった。何にも面白い、何にもねえよっつって。ねえわっつって。で、俺さ、初回の案内とかもできないじゃん。ああ。できないんだよ。そうね、言われてる。要がたまたま、ゆうすけかなんかと電話中に初回が来たんだよ。ああ、そうです、ね。で、要が外出てて、俺すげえテンパって、あの、身分証のかご確認をよろしくお願いいたします。身分証見たけど、たまにしかいないから、で、あれしょ、あの、平成のどこまでいいか分かんないやつ。そうそうそう、だから、で、うち二十歳未満入れないから、で、二十歳って 何年生まれだよ。わかんない。から始まって、俺とりあえず身分証持ってこうなってて。わかんないですね。そしたら、要が来て、なんか、
ずっとお客さんだから初回が2人いて俺がいてその後ろに絡みがいたのずっとニヤついてるからちょっと変わるやろで俺が電話を変わったあの人悪いなだって平成6年とかすか俺昨日ちなみに超邪魔だぜ多分あれ平成7年の誕生日来た子は大丈夫ね誕生日来た子までは、ね、来た子は大丈夫、ね、ああ早生まれの子平成7年ですよ7年ですねまあ分かんないよね俺らはだって平成に変わった記憶がある平成っていうこういうおじさんを見てるやつ、ね、いや小渕さんねおじさんの元首相だからでその昭和天皇が死んじゃったもんだから、はい、1ヶ月ぐらいずーっとなんか昭和天皇の生い立ちみたいな知らんがなみたいなどのチャンネルつけてもどのチャンネルつけてもずーっとやっちゃうずーっとやっちゃう選挙みたいなもんで俺ら小学生とかじゃんあの時ねそうだねであの見たいアニメとかあるわけでもう全部なくなって全部天皇陛下のどうでもいいじゃん天皇陛下ってあのこんなこと言うのもなんだけど、まあまあ、知り合いじゃないしさねえおもちゃはい乾杯、はいねえ、リスナーさん。リスナーさん。どういうあれが多いのかね、今ね、最近。もうでも昔と比べて、だいぶ視聴率も多いですかね、視聴者の方が。そうだろうね。なんか俺ら始めた頃、500いったらすごかったんだろう。ね。やり始めた当時は。コメントがですか、うん、違う違う。あのアクセスが。で、はい、俺が大鳥味方とか、笛月賞を出した時に、初めて1500ぐらいって、すげえってなって、そっからなんか、広がってって今なんか普通に4000とかいっちゃうでしょ。もう4000が普通っすね。ね。すごいね。コメントもちょい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 分からないけど。あ、おもちゃんのこと知ってる。知ってる人がいる。今度はいつベッドに朝バランドとか来てる。あれその話したっけ？したっけ？番組で。あれした？いやしてないんだよ。してないと思う。ネタ系の話はしてない。してないと思う。逆にこっちが気になるよ。え？そのベッドの話。すげえ受けるけど、まあでも時効じゃない。あ、でもやめたほうがいい。やめたほうがいい。あ、俺聞いたことある。やめたほうがいい。ネタがネタだからやめたほうがいい。海外のお話ですよね、確か。大昔。ハワイでしょ。大昔。あ、思い出した思い出した。転がったら挟まったんだ。転がったら挟まったんだ。で、抜けれなくなったんですかね。よく知って、何時間挟まったんだっけ。え、何時間だ。6時間ですか。6時間ぐらい。ベッドに挟まるのを知ってるのすごいね。懐かしいの話。ていうか懐かしいね。思いっきりケンちゃんが懐かしいね。懐かしい。あれ俺辞めたのいつ？いつだっけ？結構前ですよ。それも俺思いっきりケンちゃん辞めたのいつだっけ？え、そんな経つか。もう2年。もう2年経ちます。経つか。あ、経つね。あ、経つよ。経つわ。だってもうマンダラになってからほとんどやってないんだ。マンダラ誰か、あ、だからランたちがやるっていう日に。ノリと勢いだけでその日なんか一緒に飲んでたから来たのがあれだから、うん、それももう半年以上前だから。そういや全然話変わらないけど昨日清志郎来ましたよ。あ、なんか清が昨日フラッシュに来たみたいで。飲んでる。じゃあね、長い時間飲んでたみたいな。一人で。ええ、なんだか。ああ。それ今この放送に乗って大丈夫ですナースコールの話とか知ってんだね、みんなね。だから昔から見てる人も多いんですよね。いるんだろうね。滑らない話がね、3つほどあってね。ナースコールは面白いの。でもナースコールより気違いの頃は面白かったっすね。気違いの話めっちゃ面白いの。あれはもう、どの気違いの話。いや気違いって聞いちゃうの。どの気違い。どの気違いっていうか、あのさ、フッサ横田基地あるでしょ。その米軍基地のなんかカーニバルとかって日本人入れるわけよ。でそのカーニバルって、まあ、行っていいところと言ってあの行っちゃいけないところもあるんだけど、うん、あの基本日本語は通じる店が多いの。だけどちょっと奥の方行くと日本語がまるで通じないの、うん、基地の中でも日本なんだけど。でカーニバルの時に酔っ払った俺の友達がよくわかんない店入ったんだって、うん、であのまあ円しか持ってないじゃん、ドルなんか持ってないから、うん、で、あの円で払おうとするじゃん、うん、いや円は使えないみたいな、うん、え、なんでドル持ってないよみたいな、うん、え、だから基地内は円ですよあ、じゃあ基地内はドルですドルです基地外は円ですと
だ日本語、だからその外人は、外国人は、あの、キチガイって言葉も知らないから、キチガイは、縁ですと、とか、そいつ酔っ払って、誰がキチガイじゃこらーとかってなって、で、だけど怒ってるけど、その外人さんはなんで怒ってるのかわかんない。意味わかんない。だから、みたいな。一緒、片言の日本語で、キチガイは変ですね。ずっと言ってた。そのやり、その誰がキチガイやねんこらみたいなのを1時間してたっていう話、はい、あ、びっくりした。あ、そういう意味で、そういう意味いいタイミングですね。じゃあコマーシャルお願いします。この2週は今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給10,000円。簡単だな。簡単だろ。いや、止まるはずだけどね。わかんないけどね。いや、俺さ、ずっと気になった時にさ、はい、なんで内勤だったの。よし、こいつもともと内勤志望だったんだって。そうだね。で、そうなんですか。で、面接でうちに来て入った時に、うん、まあ、内勤とか言わないから、はい、プレイヤーで雇ってたの、はい、で、なんか、うちの P が、当たるが、ね、内勤やりたいんじゃないの、爆笑したの、やりたいんじゃないのって言ったら内勤やりたいです。え、じゃあなんでプレイヤーやってたのって言ったら、いや、あの、面接の時に内勤かプレイヤーか聞かれると思ってて、なんかプレイヤーの案内をずっとされて、プレイヤーをやらされてから言えなくなったっつって。いよいよあと聞けないっす。そんなことありますっつって。あと聞けなくないそんな、もう聞けないっつって。プレイヤーのさ、給料システムをされてたらさ、内勤やりたかったら、いや、僕内勤がいいんですけどとか言うじゃん。いやいや、普通は一言ぐらい言われなかったから、そのままひたすらプレイヤーさんずっとヘルプマンさん。どのぐらいしてたんですか。え、結構やってたよな。半年ぐらいやってましたよね。半年ぐらい、多分2、3ヶ月。いや、でも2ヶ月ぐらいプレイヤーさんの。しかもだって結局やったの、沖縄旅行中の、あの、みんなで飲んでた時ですよ。お前さ、なんでプレイヤーやってんのって当たる感じに。そこまで本当はその話をしだして、みんなで、っつって。あれ、一星はまだ沖縄行ってないんだよな。行ってないです、まだ。そっかそっか。翔太も行ってないんだもんね。翔太がギリぐらい行けなかったんだよね。行けなかった。そっかそっか。いや、沖縄行きてえの、早く行く。いいな、行く。行こうよ。一度も行ったことないの、沖縄。沖縄に、沖縄に、沖縄にまず行ったことない。でも俺ら沖縄ひどいよ。飲み散らかして終わりだもん。九州に向こう側に行ったことない。日本で唯一。沖縄でだって前回だって飲み代で100万ぐらい吹っ飛んだもんね。足ります。飲み代で100万ですか。100じゃ足んなかったかな、多分。もしかしたらそんなですか。普通に。やば。え、何日間ですか。3、4日で100万以上ですか。100万ぐらいは多分飲み代で100万あったんだよ。意味が分かんない。もうやんないからね、あんなこと。絶対やんないからね。もう毎年言ってます。いや、もうや、もうあれはない。去年はひどい。2、3年来てました。去年はひどい。やりすぎた。酔っ払って高まりすぎた。飲んだもんな、去年。違う、あの俺らが飲むのがやっぱ那覇のさ、松山っていう繁華街があって、で、そこの近くに泊まっちゃうと結局夜バンバン行っちゃうから金かかっちゃうよね。で、まあ最後の日でいいんじゃない、松山入んのはっつって、ちょっと遠いところに、北部の方の恩納村っていうところに泊まって海で遊ぼうよって言ってたのに、高まりすぎて、で、その恩納村のそばになんか石川だっけ、なんだっけ、怪しい、なんか、まあ、キャバクラ街みたいな、ちょっと怪しいで、まあ、ひどいのよ、うん、
行ったんだけど、 いろんな安いし、うん、安いけどひどいんだけど、うん、かもしれんぐらいやな、全部酒飲んでるから高まってるわけ、うん、行っちゃおう、先生タクシー呼んで、うん、あの往復1万円以上のタクシー代を払ってわざわざ飲みに行ってたから松山で俺結果毎日松山いたから、俺3泊4日毎日松山にいたから結果松山泊まった方が良かったか、そうそうそう那覇の方に泊まった方が良かったんじゃないか僕ら石川に飲みに行こうって言ったら飲みやなってサラヤで1万円払いました。違う、俺らがもう空いてなかった。じゃ石川にキャバクラ行ったの先に俺らが一発、はい、先発台で行ってて2時間ぐらい飲んで、で松山戻っ松山行って帰ったのよ、うん、で、なんかまだ6時までやってるって言ってたから、その石川ってところが、うん、6時までやってるってよっつって、マジですか、じゃあちょっと行ってきますって言ったらもう閉まったんだ、店が暇で早締めしちゃったんだ面白かったよな、やっぱ沖縄面白いですね、うん、沖縄面白いね、何回でも海外も行きたいんだけどな、めっちゃ海外行きたい。行くとすればどこに？いやだってスタイルがあんだけみんながみんなだって、散々パラスタイルなんで海外行きまくってんじゃん、うん、それで一番面白かったのがプーケットだって、ね、みんなあんなに間違いなくあんだけ騒がれたら行きたくない、何をしててもタイは面白い、マジで何をしてても面白い、で日本語なんか通じないわけじゃん、あ、いやある程度通じる、あ、そうなんだ、あ、じゃあいいね、だから思ったほどは通じないの、でもなんとなく伝わるグアムほどではないけど、うん、海外としてはなんとなくぼんやりは、ぼんやりグアム、グアム久々に行くんだから、しかもその辺のその辺の一般人でも日本語喋るから、ああそうなんだ、だから余計行ってて楽しい、もう人も街の人喋ってるのも楽しいし、お、そうなんだ、行きて行きてよな、どんぐらいかかるんですか片道、片道7、8時間、いい、6時間ぐらいで、日付変更線を超えるからちょっと変な気分、ちょっと時間の感覚おかしく一緒になるだけで、実際乗ってんの6時間ぐらい、でもなんか俺沖縄の2時間半でなかなか耐えられない人だからね、飛行機、いや長い方がグアム3時間半ぐらいかかったじゃん、うん、グアムの3時間半でもすげえストレスだったもん、めちゃくちゃ人がせっかく寝てんのに誠がさ、ねえ誰誰ジャンプ取ってっていう声で起こされてすげえムカついたんだで、で後ろのその違う席で喧嘩とかしてるしね、そりゃ乾杯だわ、そりゃ乾杯、そりゃ乾杯、そりゃ乾杯、あ、でもめっちゃタイ行きたいな、いや、タイは面白い、何しろ、ね、みんな言うよな、プーケットとかで、今回どこだっけ、パタヤ、パタヤの面白かった、本土の方に行った、面白かった、うん、面白かった、でもやっぱプーケットの方が楽しい、あ、やっぱそうなんだ、目の前よっぽどなんでしょ、なんで俺らが一緒に行くって言った時がなんであえてのグアムだったのかだよねでも何にも面白くなかったグアム、でもまあ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 、グアムは社員旅行で行くとこじゃないな、あれは、あれは個人的に行って楽しい場所だし、あれはなんか女の子とか家族でとかだったらいいけど、来月グアム行くんだけど家族旅行で、来月俺ちょっと逃亡するからほっといて、なんなら俺携帯置いてってやろうかと思って連絡来ないですか6日からいなくなるから、俺6日から9日に帰ってくる、しばらくですね、内勤って内勤、これこれ内勤れ、これこの辺り当たるとかじゃないこれ当たるとか当たる見てるらしい、これ前半半端じゃなかったですか、これずっと当たるだろ、ずっと当たるじゃん、3人で会話してんのに独り言激しいな、紙と話してるの、当たり暇なの、暇なの一人で何話してんの、じゃあ、あいつもさ、仕事結構好きじゃんそうっすね、で、いきなりこうやって暇になると暇なんだ来ればいいのに、あ、もう間に合わないけど、もう行かねえけどなって言ってましたよ、7時の時点で行かねえって言ってました、あ、そう、夏来ないし、のんびり見とくって言ってましたよ、間に合わねえかもって言ってました、あ、でもタイ行きたいな、今さら来たよ、あれ来たよ、来たじゃん、来たじゃん、夏、あ、やっと来た、あと20分でタランチョラあるよ、これ今喋ってたタイの人だから。タイじゃない。タイの人。タイの人一人増えた、タイの人。タイの人だから。いやでもやっぱ休みの日の方がええなでもこう考えたら。いいですね。でも休みの日にわざわざ出てきてニコ生っていうのもどうなのかね。俺は考えられないな。いやいや自分で休みの日にニコ生なんか絶対だって俺ねえショッツ。俺番組やってた時さ。店の休みとかぶった時俺休んでたもんね番組休んでたもん、あ、そうなんですか、うん、来週は休み、店が休みだから休みっつって番組休んでた自体
タイ人っぽい。タイ人。全然タイ人だよ。でもお前もはやこの時間になんで来たの？何してきたの？逆に。じゃあこの時間に来れば先に飯でも連れてもらえるって。お前再放送したばっかりやってる。そうだよな。落としたっていうか。なくなったというか。盗まれたというか。もう乾杯して。俺その引いたから。そう。その引いたから。一瞬、しかもなんか一瞬怖くてライトに電話しちゃった。気まずいよね。大丈夫？気まずいっていうかさ、うちじゃないよ。いやいや、従業員だからびっくりするけど、もう完全に持ってかれちゃってんでしょ。まあ、あれよね。まあ、しょうがないですね。フルハウスの舗装適当すぎない？何？すんごいいっぱい来たけど。めっちゃ来ましたね。適当じゃねえよ。こんな、こんな連打できるんや。違う、あれだよ。あ、変えてるから、多分、多少。でも、もうこれで限界だったんだよ。適当じゃないよ。人乗っけてないだけで今。人乗っけらないっすね。乗っけない方が。乗っけない方が。まあプレオープン中だからね。まあでもあと2日とかっすもんね。何が？グランドオープンが。それフラッシュでしょ。あっちの方か。それまだまだ出ないわな。あ、フラッシュグランドオープンか。いよいよ。金土か。金土ですね。ああ、魔の1週間が終わるな。やっと。魔の1週間が。ようやく。プレオープン。月曜日週頭でプレーオープン始まってからの週末の勤労でグランドオープンよかだと死ぬわ。じゃあ俺よりもねみんなが死ぬ多分。多分ね普通はそうだ。要なんかもう老けてたもんね。昨日いろんなびっくりしましたね。要昨日一日で超老けたから。全員疲れてるでしょうね。もう疲れてるだろうな。戦い回しにされるし。で、あのスタジオはスタジオでクリエイターが一人でやってるから一人もあれも大変だしね。画像作ったりするのとか大変そうやん、うん、で、俺に無茶言われてるしね。で、挙句の果てにはフルハウスのネット接続をしろって言ってるから。フルハウス見た？オープンしてるとこ。オープンしてるとこは見てないです。見てない。めっちゃ綺麗よ。え、やばいっすか。なんかね、うちとは違う、なんか違う雰囲気。でも、エロさはあるよね。うん、あのフラッシュ、コメントで俺が蹴られる。フラッシュもそうだし、フラッシュもそうだし、フルハウスもだけど、あの照明の当て方でエロさはある。両方とも。ああ、フラッシュもなんだかんだエロいじゃん。ポップだけどエロさもあるじゃん。ポップ中に。で、あのちょっと可愛らしい、ね。フルハウスはどちらかというとゴージャス系の内装で、うんうん、あのピンクの照明とか入れたりしてるから、うん、ちょゴージャスなエロい感じ。フラッシュはポップでエロい感じ。うちの店っぽくない。全然違う。そうそう、フラッシュとフラッシュカラーリングが違っていいよね、うん、でもだから前のマンダラの頃の箱だと、はい、フルハウスとマンダラは被るよね。多分暇なんでしょ、あの人。あの人暇なんでしょ、さっきからどうわけないのに。これ絶対、これが当たるだろ。これそうでしょ。これが当たるだろ。同じやつだ。これが当たるだろ。同じやつだ。俺蹴るなやとかいっぱい言ってるの。そう、言う、言うなんじゃない。さっきからそうかなと思って見てたけど、やっぱりそうだ。あいつ暇なの。オモさん蹴れやろ。どうわけないのよ。分かりづらいね。オモさんでいけるから。暇だよな。暇なんだろうね。いや、フルハウスでも綺麗よ。いや、綺麗だったらフラッシュだよ。まだどっちが綺麗だったらフラッシュ。どっちが綺麗で見たらフラッシュの方が全然、全然、全然フラッシュ。全然フラッシュ。あ、だ、じゃあ、あんた営業中じゃなくてほら、作ってる最中見てるから。全然綺麗なのはフラッシュだ。俺、箱はフラッシュの方が、あ、でもお前なんかフルハウスの方が好きだって言ったな。なんか分かれてるんですよね。なんかね、シンプルやけど可愛らしい。右だり。うん、俺はかわいいのはフラッシュじゃない。かわいいのはフラッシュ。ロゴが好きなんですよ、ロゴのあの光ってるところ。ああ、グリルが。あれも作ったからな。俺でも多分フラッシュの方が好き。ね、俺もフラッシュの方が好きだもん。しつけえやつがいますね。どうやけると金かかるけど。おもさん、頼むね。やべえ、いつ夏がドキドキしながら立ち上がるんだろう。あいつ暇なんだろうな。もう多分300ぐらい出てんじゃないですか。300ぐらいですよ。このうちの300ぐらいですよ、おそらく。あれ今これ何、アクセス数とか見れなくなったんだ。ああ、そうっすね。ナンバーワンのアクセス数。あ、ほんま言ってない。何より27.4000いかなそうじゃね。
楽しいから、ね、素朴な疑問が出てる。めちゃくちゃ素朴な疑問が出てる。仕事に関係してわかってる。でもあれなんだよ、さっきからさ、ちょいちょいさコメント見てたけどさ、はい、真ん中の人みたいな感じで言われてるから、もう俺のことなんか知らないんだろうな。だいぶ減ったんでしょうね。俺2年間も自分で番組やってたのに一瞬で違う、ね、自分でやめる。歌舞伎町のサイクルは本当早いよな。一瞬じゃあ CM 行きましょうね。この2週は今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。ようこそ僕のシンデレラ。なんだろ、メルトモが増えるだけだろ。いらねえ、ほんとに、いらねえ。別に何かしてくれるわけでもないし。あ、なるほど、ドラえもんじゃない。あ、ねえねえ、ねえ、ショッツ、あ、いや、後で聞いといて。あの、うち給料システムちょっと変わってっから、これちょっと違うんだ。3通りからなんちゃらがないんだ。別にこれ見たところで大して来ないけどね。本当だよ。いやでも一斉は頑張ってるな。いやー、一斉は頑張ってる。いやいやいや、まあ、でも夏もやっと乗り始めたもんね。そうですね。俺ももう、どうも一斉です。もうだからこれから分店しちゃってるから、ちょっと頑張る姿は結果でしか見れなくなるけどな。まあ、だ誰かのバースデーとかは行くようにはするけど、まあ、結果として数字が過ぎてるってことだね。そうですね。まあでもただただ辛いやつ。でも頑張ってるやつは必ず数字が来るから、まあお、若林久しぶりに来たな、来たな、久々に誰かが現れましたか。若林ってやつ来たな。俺のことをひたすら呼び捨てにするやつおった昔おった、なんかそんなやつで、なのにさきさんとかなのにさきさん、若林飲ましてよとか、どういうことってことなの。おった客かっていう俺になんかされた客かと思ってでも優しくなりましたよね、もう飲むってこの程度で終わるから。ああ、本当だよね。当時やばかったっすよね。俺が番組やってた時、必ず2人だろうが3人だろうが4人だろうが、必ず1時間で1本開けて。1本開いてたもんね。2人でですか、ま、2人とかでも。だからベロベロ、俺、鬼でしたよね。俺2年間で多分ね、10回じゃ聞かないもん、自分の番組に記憶飛ばしたよ。記憶飛び出すとだんだん面白いこと言いたがって。もう暴言しか開かないし、誰かの暴露とかしだすで、しまいにはなんか延長とかする。うん、はい、延長してた、延長してました、ね、もうやめようって言ってるのに。だってこれ出た時に吐かないことなかったっすもん、ね、うん、あと同業の暴露話してた俺あのゲスト来るじゃん、はい、ゲストを呼んでたの俺の番組って、必ず同業が来てて、その同業の爆弾を落とした。とんでもねえよ、すごいです。一人一回超機嫌悪くなったって言ったから番組中いや、そりゃそうでしょうね。いやでもあれは俺じゃないからなんか、なんか、いや、なんかエスコートか、うん、ヤスが爆弾落としてで、その従業員の楓ってやつの、だ要はもう古い話なんだけど、楓っていうホストがいて、はい、それが好きだった女の子が俺のお客さんだったの。で俺普通に、まあ過去の話だから言うけど、俺普通にやってたわけよ。で普通に可愛かったから、普通にバンバンやってたの、抱きまくってたの。その話をいきなりヤスがしだして、そいつ超気が悪いで、だからその後付き合ってんだそいつ。バラした時に付き合ってんの。ほん、もう間近の、間近の。だからお前、お前それは気が悪くなるじゃんそんなもん。すげえ顔なんか。全国放送で空気が変わるやん。それはダメだよっつって。それは怒るよね。やばいですね。怖い怖い怖い。なんかとりあえずおもちゃんバースデーさらされてるけど。なんで、なんで俺の個人情報。誕生日さらされてる。個人情報。終わったばっかじゃん誕生日も。
今さら出たところで本当だよね。スパイダークラッシュローリーサンダーから店の名前取ったの多分この人バカなんだろうね。ペンペン丸の次の次ぐらいなんでしょ。だからバカなんだろうな。もはやこれが懐かしく思えるもんね。ほらスパイダークラッシュローリーサンダー個人情報さらされてるどんどん俺、まあ、別に俺隠し方ないからどうでもいいよ出して。全然どうせ今さらね。本当だただ詳しいな。しかもよくよく見たら俺は本名だよ。めっちゃ本名さらされてる。あいつ詳しいな。すげえなこいつ。でもこれの下が当たるサイズが一番面白いんですけど。これさっきの俺でしょ。だったとしたらいや俺の本名知ってるのはまあいるだろうけど。すごいね。もう やるななかなか。本当だね。どうやって見つけてきたの。なかなかやるな。おソースにそんなの乗ってる？乗ってない。いや俺おソース乗ってない。ちょっと今度先も来てる。でも一ノ瀬先なんだ。本名知らないんだ。僕大体毎週乗ってます。先の本名知らない。まあ、大体30になるっていう話をしたらこれ乗せられます。起きてあのすみませんニコ生出てるんでちょっと。すみません、はい、リアルな。はいはいすみません切ります。はい、それ折れちゃう。なに B だ。それ折れちゃう。違う、これが B だね。これが B。晒してないわ。それ折れちゃう。何回同じ。めちゃねんだ。めっちゃ暇なんだろうな。拾う時と拾わない時。休みの日ぐらいゆっくりしなさいよ。今日さ B のユウスケがグランドオープンのさ、うん、あの DM を作ってくれてて休みなの。あ、だから店におったの。そう。え、でもお前あれじゃん。僕は DM 知らなかった。休みだって知らなかった。いや僕は分かってなかったんで。若林ブログにお墓の写真載せてたじゃん。どんな内容やったの。表話ぶっ込んでくるの。あの前の奥さんとか流産しちゃった子供のお墓のやつ。ああ表話だろ。青かこいつ。今、え、なに今この人は、え、昔から詳しいの。それともこの人だから俺のブログとかを見てる。見てる結構だから古いんじゃない。おそらく知り合いだろうね。うん、だよね。まあ別に俺隠し事ないから全然いいんだけど、うん、よくそれ知ってます。ただそれをネタにされるとなかなかイライラする。そういうあのデリケートな話がね。もうね、別に子供がいるいないの話だったらいいけど、そんなお墓の話なんか言われるとなんかチリチリくる。目の前でしたら普通にぶっ飛ばすからね。普通にぶん殴る。なんかちょっと違うんだよ、タイムラグがあるんだよ。ドア蹴らずに重さん蹴るやばない。それがこれ P なの。これ P ってもう P な人。 U から始め、 U アンダーバーは P だ。そこは分かってんだけど。よっぽどお坊さん蹴る瞬間見てるんでしょ、あの人は。今なんだ。今なんだろうな。ニコ生で落ちられて蹴られてとかわけわかんないですよ。超散々ですよね。その後俺は普通に仕事してるって言ってるんでしょ、スタイルで。それでお坊さんが壊れた場合最悪だ。お坊さんフルボッコ。あ、これ P じゃねえよ。 P じゃない。違う人もいるよ。いる。乗っかってる人もいる。いるよね、いるよね、いるよね。ただ基本的に重さん殴れっていう情報しかないです。重さん M だからね。まあしょうがないですよ。M だ。大体オタクの P に会った時は、あ、重かわって言われて出されたら俺チンチンを乗せなきゃいけないって。2個上なんだけどね。チンチンをそっとの。おもちゃんは直立刺激だよね。おもちゃんは下から好かれる性格だよな。わかる、おもちゃんは。わかるわ、好かれるのわかるわ。おもさん優しそうですもんね。前回ペルで飲んでる時はあれだよ、あのじゃんけんで勝ったら負けたらで、別に俺が勝ったら何もないのに負けたらたこ焼き怒ってる。酔っ払ってるっていう。全卓怒ってましたもん。俺それたこ焼き、たこ焼き全卓怒ってめっちゃたこ焼きあるんですよ。どこ行ったの。いつだったかね、あれたけきかな、なんか俺がいて俺もいたんだよね。で酔っ払っててで、たけきが飲み来ててペルに、うん、でなんか全卓中華料理を怒らされてた。多分なんかとか言ってた。わかりました。あったよな。あいつね、いつもなんかそんな役回りだから。うん、あと、前、まあ、よくわかんないけど、寿司を怒らされてたよ。なんかオーケーのなんか高いやつ。なんでこんな安いのいらねえよって、また違うの頼まれてた。大学生に残されてましたからね。マジっつって箸刺されてたから、みんな。ひでぇ。最低。ひでぇ。めちゃくちゃだよ。
あのバーほんまカオスやね。あのバーはね、同業はかわいそうだね。扱い悪すぎだからね。だから誰なんだろう。何が？ああ、りょうやまで出てきてる。関根りょうやの本名知っててってすごいな。すごいね。だから俺も今関根って聞いてりょうや関根って言うんや。おい、関根、関根、俺も思った。俺は知らない。誰だろう。こいつ内情詳しいな。すげえな。同じ人。要とかだったら笑っちゃうけど。あいつ、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 暇だな。暇やな、なんか今日暇やな、みたいな。超悪くないですか。とりあえずさらしとくぜ。やったら、パソコン、パソコンの横にとりあえず従業員名簿置いて。関係出てきましたよ。俺、関係出てきましたよ。ただ、じゃあ、ここまでは、ここまでは、舗装水に乗ってるわけ。ああ、ここまでは。ああ、そっか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 。名字とかが出るってことは、本名出るのはそうだよ。だからある程度知らないといけないんだろうなっていう。誰なのかが知りたいっていう。まあ、よくわかんないよね。内勤メガネが本体って書いてある。全然意味が。本体。でもね、あのね、じゃあリスナーさんってね、センスある子とセンス悪い子がいるのよ。わかるわかる。いや、それはね、わかる。悪口にもセンスがあるから、悪口にセンスがある子はめっちゃセンスあるの、こっちも笑っちゃうから。あのセンスないやつの悪口って見ててイライラする。ただね、ただイライラする。ただただひたすらイライラ。俺普通に自分の番組で言ってたもんね。センスないんじゃ喋んな、コロナって青川お前喋んな、センス出してから書けやって。よくあれが1年も2年もできたな。めちゃくちゃだよ。ブス寝ろコラとかする。はい、はい、こっからブスか、はい、こっからブスを見なくていいとか言って。はい、ブスかやれ、寝ろーとかで、落とせーとか、パソコン落とせーとか。はい、言われたくなかったら電源切るとか言って。はい、なんでそういうこと言うの。みんな言われたくないなら寝ろーとか言って。そう思ったってことはブス。ほら、グランドオープン。はい、グランドオープン。今週、今週フラッシュの。そうですね、フラッシュは3月6日、7日にグランドオープンイベントがなんと開催されるということで。俺の方見て、あっち見ろよ。ということで、あのね、おめでたいことに、だね、たくさんの多分ね、お客さんご来店お待ちしてる。そのペースで喋ったらお前、あれだ、持たない。終わっちゃう。終わっちゃう。たくさんのね、もはや最後の最後怒られるという。ご来店ね。あ、思ったより長いとこだって。思ったより意外と長い、意外と長い、意外と長い。3月6日7日になんとクラブフラッシュグランドオープンするということでね、ほな楽しい和気あいあいとした空気の中で営業しておりますので、たくさんのね、ちょっと長い、お客様のご来店お待ちしております。はい、まああのファイナルフラッシュグループよろしくお願いします。イエーイ。また来週。これ来週も俺ら来ない。背いてビクビクしてては掴めないよ。縛って胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持って、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2! 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。